よいよ衆議院選挙始まりました。アベノミクスの是非がどうのこうのごちゃ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 共産党まで含めて議論していますが、結局はこの資本主義社会が完全に行き詰まり、国債の格付けがまた落ちましたね。日本の国債の暴落、金利の上昇が始まろうとしている。この日本社会、資本主義社会が完全に行き詰まった。それをどうするかということで、みんな結局結論を持たない連中が中途半端だ、あるいは結局はこの社会を維持しようとするから、その裏で何が起こってるかっていうと、労働者人民が踏みにじられ踏みにじられ、明日が生きられなくなっている。そしてそれを戦争で突破しようとする安倍内閣だ。で、消費税なんてね、本当もうゼロにしないと。人件費1000万払ってるとしたら、どんなに赤字でもですね、人件費かける 8% とか 5% かかってくるんですよ。だからね、人件費上げたくても上げれない。で、逆にそこに派遣業者が入ってくるというね、 10% じゃなしに 20%、30% が目標だと。もうね、そんなことしないとね、維持できないような、正直やめちゃえばいいと思うんですよね。安倍政権は一体何をもたらしたのか。貧困と戦争だけだった。冗談じゃない、もうたくさんだ、もうこりごりだ。何がこの道しかないんだ。この道だけは進んではいけないんです。安倍がおかしいことは分かった。じゃあ安倍でないものを、誰か当選しそうなものを当選させればよいのか、こういう議論が出てきている。これは絶対に間違っている。私たちは実は日弁連という小選挙区制を戦ってきた。会長は一人だから小選挙区制なんだ。そうすると当選する人間を選ぶためには、みんなで意見の違いを乗り越えて、あの悪いやつじゃないのを選ぼうと言い出した。その結果、何が間違ってるのかということをみんなが言わなくなってしまった。だからこれがおかしい。私たちは本当のことを言う鈴木達夫さんを絶対に支持する。私ははっきりとこの社会の行き詰まりを、労働者が主人公になる社会、労働者が主人公になる社会にひっくり返して、転換して、根本的に作り直していかない限り、我々は生きられない。新しい政党を作ろうではないか。新しい政党を、労働者人民のその利益を徹底的に実現していく、そういう党を作ろうじゃないか。